3号艇安田雅彦選手です。優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。さあ、準優勝戦は大外からまくりきっての一着優勝となりましたけれども、改めて準優勝戦振り返っていかがでしたか？ちょっとねピットバランに失敗して、はい、あんな形になったんで、明日はしっかり遅れないようにいきたいと思います。はい、わかりました。さあ、今節船足の仕上がりについてなんですが、いかがでしょう？なんかね、なんか良くするとどこか悪くなるんで、はい、難しいですね。あ、バランスをちょっと取るのが難しいかなっていう。伸び良くしたら今日みたいにピットバランで悪くなったりね、はいはい、するんで。そうなんですね。さあ、その優勝戦に向けての作業なんですが、何かお考えありますか？もうプロペラを戻してチルトをマイナスにして、普通の感じでいこうかなと思います。はい、わかりました。さあ、さあ、3号艇でのレースとなりましたけれども、コース取り、レースイメージはいかがでしょうか？できればね、3コース取りたい頑張って取りたいと思います。はい、わかりました。さあ、今節スタートに関してなんですけれども、見え方、ご自身との完登の比較はどうでしょう？今日はね、たまたま早かったんですけど、他はまあ大体いけると思います。はい、はい、わかりました。さあ、それでは最後にファンの方に向けて一言お願いいたします。優勝を目指して一生懸命頑張ります。